次です。さあ、天武天皇元年672年6月から8月に壬申の乱が起きます。たった3ヶ月です。実際の戦い2ヶ月です。で、秋7月、狩野永虎1日、水の舎に大伴御子、先ほど出てましたね、逃げていらんところなし、すなわち帰りて山崎に隠れて自ら首でぬと、まあ、自分でもう負けを認めて首吊り自殺として果てたということが書いてございます。次ですね、総略記第5という、総略記というまた別の書物が「古事記日本書紀」以外にございます。そこの天智天皇9年のところにですね、こんな文句があるんですね。12月3日、天皇鎌上がりまし、同12月5日、大伴皇太子、すなわち帝位につくと、帝位につきたものですね。はい、で、享年25とあります。次です。これ、天智天皇の最後についての記事ですね。ある文に曰く、天皇馬に乗りたまい、山科の郷に身浮きなさるとありますね。身浮きしたも。で、さらに看御することなし、全くお帰りになることがなかった、長く山林に混じり、ずっと山林にとどまりなさって、鎌上がりましのところを知らず、どこでお亡くなりになったかわからないって書いてある。これが天智天皇の最後なんです。その中がまたすごいんですよ。ちっちゃいですけど、ただ靴の落ちしところを持ってその三両となすったんです。これが有名な靴だけ残して遺体が見つからなかったという、これが天智天皇の最後のに関わる一節ある説です。ここに書いてございます。その次もっとすごいこと書いてあるんですよ。持って世のですね、昔の諸々の王たちですね、因果を知らず、これものすごい省略化って意味がわからないんです。結局その死に関して原因結果がわからないって書いてあるんです。そういう帝の死については一番最後の4文字すごいですよ。常に殺害をこととすって書いてある。つまり天皇であっても殺されてますよって書いてある。いや、こんな不気味なことが総略記ちゃんと書いてあるんですよ。言っときますが、私は一度もでっち上げたことのない男ですからね。はい、ただ写したわけですから。そうしました時にね、私筑豊を回っておりまして、これ先のところにある折幡神社というところです。その境内にですね、竹知内の宿根の靴塚というものがございます。最初行った時に靴塚説明見ました。やっぱり靴だけ残して昇天したという記録です。は？誰？天智天皇じゃないの？竹筋内の宿根なんです。とか、僕は福岡県全部回ってます。竹筋内の宿根の墓あります。高良大社の奥宮にちゃんと書いてある。で、これが私にとっては間違いのない竹筋内の宿根の墓ですので、じゃあこれ一体誰の靴塚？もう私にはこれが不総略記に書いてある天智天皇の最後の場所としか思えなかったんです。靴だけ残してなんで遺骸がないか、入水自殺であろうと。今でもそうでしょ、自殺なさる方はどういうか知らないけど、靴だけ揃えて身投げなんかなさいますよね。この折幡神社はすぐ海なんです。そこから撮った写真です。で、書いてありますよ、天智天皇の入水場所。さあ、西日本新聞の記者さんに聞きました。宗像師匠から来た方に、今でも自殺の名所なんですって。で、また場所がすごい。海流が複雑で、海の底の流れが複雑で、遺骸がなかなか上がらない場所なんですって。天智天皇さん、そのことを知ってたみたいです。つまり自分の遺骸を敵にさらしたくない。
皆さんの中でなんかざわざわと思った方ありますか？つまり天智天皇は壬申の乱の前に病気で死んでないんですよ。でしょ？じゃあなんで死んだんですか？大海人皇子の軍隊に追われて、もはやこれまでと覚悟の自殺をしたってことでしょ。さっき近江宮、長津宮どこにあるって言いました？仲間駅の西隣でしょ。そこからほら玄界灘ちょっと出たらもう折幡神社でしょ。敵の手にかかる前に入水自殺。今までどなたもこんな日本史聞いたことないでしょ。私一人が言うとんです。でもね、でもですよ、万葉集にねこういう歌が残ってるんですよ。ある文に曰く、近江の滑浪こと天智のことです。ご病気ご恩病にはかなる時、大妃の奉る御歌一首、こういう題詞がありましてね、148番、万葉集ご覧になれば148番に引けば出てきます。青旗の木幡の上を通うとは、目には見れでもただに合わず、合わぬかも。こんな歌があるんですよ。新解釈を施しました。青旗のような木幡折幡神社の上を御霊は通っておられると、目には見えるけれど、もはや直接には天皇にお会いできないことである。ご病気ならまだ目の前にいらっしゃるやないですか。なんで天皇に直接お会いできないんですか。歌の中身おかしいでしょう。そしてね、万葉集の先ほど私が尊敬する先生の解説こうです。ただに会うとは、相触れる肉体のある人間として直接に相見ることである。澤田先生、万葉集の大家です。そう、この妃、大妃の目の前に天智天皇の遺骸がないんです。だから題詞がおかしい。これ病なんかじゃない。もうすでに天皇の肉体がそこにない。魂だけが通っていられる。折幡神社の木々を風が揺らす。あ、今天皇の御霊が通われてるんだ。こう歌った悲しい歌です。万葉集ってすごい歌集でしょ。題詞と切り離した途端に先ほどの扶桑略記とつながったでしょ。口塚の伝承とつながったでしょ。その折幡神社を思わせるような文句がありますでしょ。青旗の木幡、木幡の木って木って書いてあるでしょ。山林に混じってって書いてあったじゃないですか。大妃、はい、もう大和姫の天智天皇、天智7年皇后となる云々です。その大妃の歌がもう一首あります。153番、いさな鳥近江の海を、最初の地図で紹介したでしょ。近江ってもともとは福岡県のど真ん中にありましたよって。あの海ですよ。近江の海を沖裂けて漕ぎ来る船、沖使い痛くな跳ねそ、へつかい痛くな跳ねそ、若草の妻の思う鳥立つ。いさな鳥近江の海の遠く沖辺を漕いでくる船よ、沖の貝もひどく水を跳ねないでおくれ、岸辺の貝もひどく水を跳ねないでおくれ、若草の入水した我が夫のように思われる鳥が驚いて飛び立つかもしれないから。つまりそこに浮かんでる水鳥に天智天皇の御霊を見る思いがあるわけですよ、この妃さんの歌ね。だからその水鳥が今しばらくそこにいるように、その貝で水を跳ねないでおくれって、そういう切実な歌なんですよ。これもうここで壬申の乱の舞台分かったでしょ。海のある大和の国です。近江です。こっちですよ。やっぱり壬申の乱の舞台こちらなんです。これ分かりいただけます？